お疲れ様スラットです。今日はこちらメガナイトボイドやっていきます。さあ新呪文ボイドですね。はい、こちらが結構強いというわけで、まあ俺気に入ってます。はい、おもろいです。単体絵は超火力高いけど、まあ飛来心されたらユニットが複数いると、まあそんな活躍できないっていうね、まあ、本当に試合中のなんだろうな警戒ものすごい大事になってきました。さあよろしく。インフェルノドラゴンとかね、まあライドルとか出したら、まあ基本的にね、ボイド撃たれやすいんで、まあ撃たれてから他のユニット出してもいいし、まあ撃たれる前にね、はい、カバーするのでもよしと言ったところで、ダクネやん。あー、チンパンですやん。さあ、ゴーレムダクネや、まあ単純に嫌い。よいしょ。単純に嫌い。単純に嫌いではあるが、メガナイトの範囲でボコボコにしてカウンターで終わらせてあげたいな。やめてー、なんでメガナイトだけ後ろなん。全然順番逆で、これ打っちゃってもいい。ハゲます。いや、これがね強いです。でディガレタケ取ってる。これコウモリじゃなくて進化モンだったかな。たまたまザップがないとか取るね。いや今の限界取るねや。行ってこい。いや結構入るぞ。やっつけてもいい。やっつけなくたっていいからの、いやーもう一発はさすがに無理か。まあ許すか。さあゴレダクネヒーラーライドラやば、止まんのかな。あ、でもこれエリポンにも、さあ強すぎます。ニアド取ります今ので。いや便利だな。いやでもポイズンも欲しくなるな。守れるかな。まあ守るしか俺の勝ち筋はなさそう。いやライドラね、偉いね。逆一丁守れねえし。ナイトダクネ、これなんか嫌だな。嫌すぎるデッキで割る。結構絶望か。いやまあなんかずっと攻めて相手視点で、ね、きつそうな感じにしとけば。え、このさライドラ種類生まない。よいしょ。うわぁ、嫌だな。嫌すぎるんだよな。ライドラだけ仕留めれたらいいんだけど、ダクネが、オッケー。いや、ボイドが、結構頑張ってんだけど。いや、なんか、あいつさ、ゴーレムでさ、ダクネライドラで、チンパンしたい顔はしてるんですけど、めっちゃ守りたい。顔もしてるんだよな。ナイトいて、ダクネいて、めっちゃ防衛はしたいゴーレムみたいな。でもトルネしか呪文がない。だから普通に考えたらきついはずなんだけど、まあ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 、いやーこれ低めライドラ来られんのか。え、こういうのも強かったり。あー、なるほどね。攻めちゃうよ。でこれに打つ。えっ、熱っ。さあ232はボイド圏内賞味。ボイドボイドボイドと見せかけてボン。やべやべ、これ一応他に入れているとね、飛来心されるんですよ。ダメージ落ちちゃうんで。さあこれでボイド2発でお GG です。いや思ったより良かったな。なんかライドラを射抜けたのが良すぎた。あ、なんかあんだけユニットごちゃごちゃいるとなんか飛来心されてライドラも残って、あー、ワンパンされますみたいなことも絶対あるんで、まあそこですかね。エイム、ボイドのエイムが良ければ勝てる、悪ければ負けです。まあひとまず進化回して、
打っちゃってもいい。いやこれナイトに当たんないとし、当たりそう。いやでもいいみたいなね。圧着位を3コスで仕分けるわけですからね、だいぶよくはある。よしよしよし、たま耐えまして、てか相手、え待って、俺1000ももう削ったんやと思ったらさ、相手のタワー HP3000 しかねえんだけど最初っから3000なんだけど、なめとか、やば、タワーレベル11よ。圧着位ドリルね、圧着位をもうしばけたら勝ちみたいな。まあさすがに低めに出していきそう、警戒でね。高めだったら終わっちゃうもん。テスラマンだ。まあこういうの踏んじゃってもいい、踏んじゃった方がいいか。あのテスラ残ってんでね、突破できないかもだけど、埋めがないと。まあまあ、いやこの進化ないとも嫌だったりする。呪文はなんかあんま情けか。いいねボンバー。さあテスラナイト、進化テスラナイトっぽいの。いやゆっくりねこれ形組めば、まあ最悪テスラに打ってもいいな。圧着位を進化ザップでもいい。圧着位逆、これザップ打っても良さそう。まあここの圧着位俺がきつい、とはいえインドラが、インドラがインドラものすごい頑張れそうな。いいね、てかディガーがダガーだから殴ってる。さあ来たね、このボンでね、からの、え、マジで熱い。これに打っときゃさ、この進化ナイトを私は突破しちゃうかんね。え、これやばいな、進化ナイト今まで突破とかできなかったもんな、どう考えても。ウッドなさそう相手、進化ナイト突破できんのやばくね。ウッドあったけど、敵陣の進化ナイトってさ絶対溶かせれなかったくない今まででももうこのボイドでね、よいしょボイドで突破できるようになっちゃったよ。いや強いんだよな明らかに。だからスケとかはちょっと弱いかもな。スケを使うならゴブリンの方が、まあ、飛来心できるしだいぶいいかもね。まあコウモリは数多いんでいいんですけど、スケはね結局出したとて4体ぐらいだったらワンパンできちゃうんだよね。よいしょ、禁忌したいな。墓石、そう墓石とかもまあ対ボイドで考えたらちょっとだけ強いか。ちょっと嫌な流れだな、足前の蓋が欲しい。飛来心はそれでもザップまであるかもね。ねかったわ。さあボイド防衛、これはどうなの。とてつもなく微妙らしい数が多いとこうなっちゃうんですよね。いや思ったより微妙だったな。5体よりも、ね、5から8体ぐらいかいるともうヘッポコか。いやーロケホアーチャーおもろいな。さあおもろいラバが来た。ロケホアーチャー墓石ベビードラね。なんか小物系嫌いなんだな。でまあボイド持たれてたんでそこだけなんかインドラもね、このタワーと一緒の、タワーと近くにおれば相手したい、相手は殴りにくいやろ。やり込み残って
そのロケオネーム良すぎん。え、いた。ドンピシャよ。いや、もう結構入ってる。普通にメガナイトギャング組むだけ相手きつそうだな。ここ攻めで11交換しに行きたいっすね、正直。ロケ砲はこれボイドでもしばけるし、進化ザップでもしばける。え、熱いそれ。ボンバー見る。ギャング追加まで行って確実に降りに行きたい。いや、しかも数が多いからボイド活躍できないんですよ、これ。熱い。いや、ボイドいいね。腐ってる相手最初だけ行かれたけど、インドラちょっと、おい、熱いね。まあ、俺のボイドも腐ってたか。打ってねえよな。いや、ボイドもおもれんだよな。暇はしてた。されや。打つ場所なかったな。これ、どこに打つんや。まあ、真ん中の墓石に打ってもいいか。墓石から生まれたスケがいなければ、いない状況に打てれば、まあ、施設1枚の墓石を壊せる、かつ、出てきたスケも次で壊せるんで、破壊できる。結構陸系一瞬で壊せて、メガナイト突破も可能っちゃ可能か。か適当にまあ真ん中とかに打つのもありっちゃありなんですよね。読みみたいな。まあでも、ピンチだったらありな気がする、それ。なんか、攻めなきゃな、勝てないな、みたいな流れが悪かったら、うん、えぐ。これで逆サイ巻いておぐとか来たらね、うまいね。これ絶対きついやん。はい。あんた今そんだけ攻めたんだから。普通は絶対きついが。打っちゃおう。お？いいね。まあ、ザップ打ってもよかったが、耐えか。マイティーホグね。いや、てか普通にサンコスでさ、リトプリじゃねえ。誰あれ？ロケホグか。しばけんならもう、ヤナメじゃなくていいやん。まあ、ザップを抜いてもいい。万能すぎるんだよな。結局幅広く対応できるのが強いかな、クラロワ。よいしょ。いや、だが優秀。なんかすげえ位置にロケット押し来た。どういうこと？面白い位置のロケットも好きだし、タワーにも来たし、諦めですかいね、さすがに。おもろくはある。独特やな。言うて全然まだ、負けられるっちゃ負けられるが、さすがに諦めた。よいしょ。さあ、ナイス。メガナイトね。いいな。あのダガー環境続くなら、結局ね、ジャイとかゴブジャイとかタンク系がまだまだ強そうではある。そんな今んとこ大きく環境変わったかって言われると、まあ、まだバランス調整来てないんでね、遅れてます。さあ、7日に来る予定だったのに、まだ来てないかな。うん、全然来てないので、まあ、環境はまだ変わってはない。さあ、なんかうぜえスタンプ買いました。480円の。あー、リートプリあれ打ってもいいけど、これ J 蓋される未来もある。まあでも蓋されてもしばけるか。まあ手札回しリートプリ処理できんなら、もう流行りのジャイじゃないこんな。流行りのジャイ以外にありえない中身してんな。うん、さあ、流行りのエリポンがワンチャンあるか。ただのジャイです。シーズン変わってもジャイかってなっちゃうな。
まあこれなんか肥大しにされそう。あえて打たない、いやそうこれです、大事になってきます。今後肥大しにされるか、そう打たずに、あー肥大しにできない、強強すぎる。まあ、打ってもいいんじゃないもん、めんどいし、卵になりそう。え、終わったか。なんだこれ強すぎるか、あれがなんだっけ、ボイドね。俺もそっか、俺も飛来心しなきゃいけねえんだよな、それやだすよな。ユニット出したのにすぐユニット出さないといけないもんな。で何も来ないパターンもあるじゃないですか、さっきみたいな。あ、出す位置が重要か。普通にね、難しい難しい、この判断がどうすればいいの。お互いなんか攻めにくそう。飛来心しなきゃいけないけど、飛来心したら下でなんかユニット来てみたいな。すげえ展開ではあるか。てか相手多分呪文がね、ボイドと矢の雨とかなんで突破できないんだと思うんですよ、インドロ多分ね。そう、このインドロがね多分きついんですよね、相手。今ちょっといい流れ、だいぶこ、頑張れ。これボイド、ボイド警戒あるよ。え、神ゾップ来た。さあいっぱいいるから、オッケー、やばこの試合だから相手がさ、これボイドじゃなくてライトニングだったら普通に負けてる説もあるどうだろうボイドだからさ、インドラめっちゃ残って刺さった説あるか。しかも、まあ、俺の場合はボイドが良かった。いや、ポイズン、今まではこれポイズンだったんですけど、このメガナイト、やっぱボイドとかやっぱファイボーの方がね、速攻性があってね、その瞬間瞬間でちょっとプレッシャーかけれるよ。え、今の我ながら結構いい試合だったな。見て、おー、メガナイト枯渇みたいな。いや、メガナイト枯渇じゃねえか、なんだこれ、親衛隊呪文たくさんデッキみたいな。いや、ちまちましてる。いや、こういう相手に、まあ、ボイドは刺さりにくいよねって話よね。まあ、ロキホーぐらいに打っときゃええか。矢の雨持ってたしな。いや、すげえな。ケツ工場、まあ、出だましか。ジョスケ？おや？おや、まさかの。さあ、なんか怖めなデッキは来てる。
これエレキさぶっ飛んだらさ、もうインドラで回収できるよ。よしよしよし、いいね。まあ、ちなみに次進化工場です。進化ザップ俺回しとかないとな、で近畿しとかないとな。近畿できればもう何でもいい。しかもこれで進化ザップ回る。え、めっちゃいい流れ。なんなら単体工場さ来たらさ、ボイド打てば止まりはする、一瞬。まあ2体になったら微妙だけど。さあやりたいんじゃないの、ケツ工場。いやさすがにね、まあエレキ仕留めれればな楽なんだけど、さすがにここに来るね。いやでもボイド便利だな今の感じ。あいつしばいとくか、めんどくさそう。なんかまあカウンターがやばそうではある。いやダメ、削れんな、なかなか。いやこれ便利、普通にダメージも稼げるし、ロケオもしばける。いやボイド結構いいな。なんか今んとこさ綺麗にあれされてないからいい。飛来進化、飛来進され始めたら多分負ける。こっからか、2倍タイムからちょっときついな。すげえな、うん、そんなんあったの。なんかめっちゃきつくね。そんなことないから、俺エレキが嫌すぎる。やらめ打ってくんかーい、キョスケ。いやまあキョスケもエレキもクローンも全部だるいな。まあでもこボイドでクローンを破壊はできる。マジバケモンみてえな戦術が来てる。インドラで止まりはする。まあ最後に勝てばいいもんな、ボイド削りで。いやボイドの削りちょっと熱いか、この最後の地味火力高。危ねえ、なんかすげえ恐ろしいデッキが来てしまったが、いやボイドのエイム良かったわ。エレキ来る位置とか、まあロケ砲もねパッパ打ってしばいて。だってあんな簡単にエリキを仕分けないもんな普通。いや多分ボイドだから勝ててんだよな多分ね。ボイドがね刺さりまくってる。まあまだみんな対応が慣れてないのもあるとは思うけど、打っちゃおう手札回し。うおー、ペッカや。やべ、ボイド打たなきゃよかったな。ペッカの後ろがさ、やべ、止まるかな。いや、逆にここのインドラにボイド打たれるの嫌なんだよな。で、ギャング出したらメガナイトのコストねえし、みたいな。まあ、一回打たれたら出すわ。え？おや？おや？えげつないカウンターがあるよ。あれにボイド打ちゃよかったよなって話よね。ディガーなんか飛ばさず。
ドルネ使いました。これキングを持っていあーいけないか、ブラスターか。うん、ブラスターってことはコウモリに飯食われてんな。さあ990、ちょボイドのダメージ調査いっていい？15にしたんだよな、さっき。スタートのダメージ何もだったっけ。じゃあ最初のターンダメージ何もだったっけ。900、調査失敗。最初のダメージ忘れてた。やばすぎる、やってること。ああ、ヤナミちゃんとアンドル。まあ、これもカウンターでも、普通に考えたらきついよ。コウモリにね、弱いし。それにしても止まんないっしょ。さあ、いいね。全然、ボイド使ってねえけど、まあ、スキャラの防衛にね、俺的にちょっと優秀かなと思ってんすよね。やっちゃいたい。スキラ受けのボイド。まあ、ここは後ろのファルチだけ飛ばせたらね、めちゃんこいい。あの、これ逆を攻めることによって、普通にこの、インドラで、なんか食えてんだ、これ。あ、うまい、それ。なんかファルチだけ飛ばせれば、ギャングとかでね。ごめんなさい、ボイドをスキラで守りたかったんですけど。進化ザップ。いや、進化ザップ便利かよ。いや、ボイドとザップありゃスキラ止まんな。早くスキラ打ってほしいな、これ。スキラ打ってくれれば、まあ、ボイドでスキラを防衛するシーンも見せれたんですけど、いや、結構いいんだよな。多分めっちゃ溜まってる状態。もうスキが7匹、8体、8匹 ?9 体引きがたいかわかんないけど、まあ、いっぱいいると、スキが一発で解けないんですよ。で弱い。けど、まあ、結構早めの段階スキラ打たれました。じゃあボイド打ちましょうぐらいで打っとけば、3体ぐらい湧いて、しばいて、まあ、4体ぐらい湧いて、しばいてをできるんで、早めのタイミングで発動できるならば強い。いや、もう残しとくか、これ。ボイド。やっぱ不意に打つね。一番最初のボイドがやっぱ強いと思うんですよね。来た。ヤナギザードに打ちてよ。形組まれたらめんどいよ。おい。さよなら。墓石。ウィザード墓石。なんだろうね。まあ、ウィザードもね、レアだしな。まあ、ウィズ弱いんでいいや。なんとかなるだろう。おー、いやー、まあ、見た目はラバだけど、そんなことはありえないか。ウィザードなんか入ってこないか。ロイジャイ的な？いや、ポイズンや。まさかの？タル使ったな。いや、これ強いぞ。実は。ナイトなんか突破されると思わないかんね、みんな。いや、でもあのウィザード強かったりしちゃうよね。シールド持ってんだけど、ちょっと待って。自分が対応するってなると嫌だな。おー。なるほどね。そんぐらいか、ウィザードの強さは。知れてよかった。墓石のサイクル壊れたか。まあ、これ卵になったら嬉しいが。まあ、多分スケラっぽいっすよね。多分。まあ、ウィザードにボイド打てりゃ勝ちか。すげえ、飛来神が。ボンバリオ。ふふふ。もうボイドはおとり。え、エリクサめっちゃあるんやけど俺。そんなことある。こんな暇になることある。いやさ、今のちょっと強えな。あ、これ、俺がさっき言ってたやつ。早めに打てれば、多分スキラの防衛も、超優秀。いや、これ、めっちゃ便利じゃない？
やだな、サナミさん、なんか圧を感じる。よしよし、シール剥がせたらただのウィザード、野良でしかない。最後の削りがむずいが、まあこのボイドで頑張るか。いやでもボイドでスケラ守れんの結構でかいんだよな。いや早めに打っときゃよかったな、裏に構えてきゃよかった。いやでもさ、相手マジ警戒しすぎじゃね、警戒できてないし全然落とせるし、こんなこっちも強いみたいな。いやこれ警戒されてもさ、その後の進化ザップや進化ボンバーでさリカバリーできちゃうからさ、え、うますぎそれ、やばいな。いやこれは進化ウィズのプロでもお前自体は弱い。別にスキル打たれてもボイドある。手のマジで打っちゃう。ボンバー、お前の M 次第なんだよな。いや悪くない。いやさすがにね、ボンメがいますから。でこっからはもうボイド削り、ボイド進化ザップ削り。いや結構削れんな。からの記念に、あー卵じゃない、いけ、うわい、進化ボンバー強すぎ。お前はいつまでたっても強えよ結局ね。さあというわけでボイドね、いや個人的にめっちゃ好きっすわ。不意打ち、不意打ちボイドでね突破したり、まあそれこそね相手のボイドも警戒しなきゃいけないんですけども、まあなんかそこで飛来進できたらね逆に勝てたりもするんで、はい、おもろいカードかなと思ってます。皆さんもねぜひメガナイトボイドもやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。おしさまだね。